紹介するおもちゃはこちらですドドンガチャポンのですねウルトラ超投資激伝の新章の今日は二ですね第二弾を 紹介しようと思います。まあ、今回3回目なんですけど、このウルトラ超投視劇伝っていう SD のウルトラマンが活躍するこう外装があって、こうパチパチ組み立てていくこういう漫画があったんですけど、うん、これは1巻ですね。これが今日第2弾なので2って置いてますけど、 この昔のおもちゃがここにいろいろまあちょっと見せるとまあ、ラインナップされててこれの新しい段が出たのでそれの第2章を紹介したいと思いますちなみに昔出てたのはこういうアイテムで今はこんな感じのパッケージというか台紙になっています いて、はいうん、いいですね。これはこれで。早速、今回はですね、第1弾と違って、一応全種類、よいしょ。あったと思います。まずは、これでーす。メビウスの、うん、スパーニングブレイブバージョンっていうのかな。うん、近くで見ると、 はい、こんな感じで目がクリアパーツとカラータイマーもクリアパーツが入ってるんですよねこんな感じになってます今回の外装はこんな感じになってましたうんよいしょ銀のメッキになっててはいちょっと胸が飛び出してるような こんなデザインでちょっとつけさせてみると、こんな感じと、後ろからこうカバーをしっかりかけて、よいしょ。はい。おお綺麗ですね、とても、うん。こんな感じと、あとは、メビウスブレードのような、こういうのをカチッと。あ こい,いですねこれ、うん、両腕にしっかり取り付けることができるのでお印象が全然違ってとてもいいプロポーションになりました次はですねメビウスといえばこの方ですねウルトラマン光ですねはいぐるーっと回すとこんな感じで このポツポツもしっかり再現されてますね。はい。まあ、目と、やっぱりカラータイマーがクリアパーツになっていて、うん、これなんでクリアパーツになってるのか、ちょっと未だにわかんないんですけど、うん、こんな感じで、この人の外装はめちゃくちゃ多いです。こんなにあって。はい。ちょっとくっつけてみます。まずは、 これが甘かなああすごいですね。ゴツゴツしていて。ああ、かっこいいですね。うん、これを、よいしょ。両側から、はめてあげて、はい、うん。ああ、いいですね。こんな感じになります。綺麗ですね。この確か設定が、あ、この兜があって、 本編通りに、ちょっと邪悪な感じに、よいしょ、見えるかなうん、なってるんですよね。こんな感じで、ちょっと、アーマーを着て、うん、悪いやつになってるみたいな、うん、設定と、あとは、このブレードも、ついてるので、よいしょ。 ここにしっかり取り付けることがよいしょできるかなちょっとやってみましょうこのパーツとこのパーツがくっつくので、うん、まあこんな感じになるんでしょうねはいはいこんな感じになるんでしょうただここが もう全然くっつかないですね、ここ。うん、なので、ちょっと押さえてるしかないんですけど、はい。ちょっと説明書を見るとこんな感じに完成するそうです。一応、ちゃんと、えー、持っておりました。続いては、この人です。うん、誰か分かりますか、皆さん。うん ウルトラマンネオスですね、うん、こんなネオスも超投資に登場しておりましたポーズはいいですね、うん、グルーっと回すとこんな感じですね、うん、ネオス豪華でこの額と目とカラータイマーが全部クリアパーツになってますさらにこの外装も豪華なんですよねこの人は アーマーがこんな感じでついてて、光の羽みたいなのをくっつける、よいしょ、ことができるので、はい。わあ豪華ですね。こんなにボリュームのあるアーマーになります。はい、まずアーマーだけ取り付けるとこんな感じになってて、うん、いいですね。 色やっぱりこのシルバーだと映えますねとてもうんこれに羽をつけるとこんな感じの羽パーツですねはいただもうポロリが半端ないですねちょっと触っただけでもすぐ取れちゃいますああそしてお次ははい タロウですね。うん、どうでしょう。こんな感じですね。ぐるっと回すと、こうですね。うん、や,はやっぱりですね、このタロウはこのポーズが似合いますよね。うん、これも豪華で、額にもクリアパーツ。目と、カラータイマーも、カラーパーツになっております。外装はですね、マントですね。後ろに。 をつけて、はい、前で止めるようなアーマーになってますのでよいしょこれはしっかりつくかなうんカチッとはいわーいいですねブラザーマントのような感じでしっかりなびいてる感じも素敵だと思いますそしてさらにこの人はやっぱり このロングホーンでしょうねこれをつけたいと思いますはい角をつけるとこんな感じですねおー決まってますね、うん、一番やっぱり見た目が変わってインパクトがありますけどこの角とワーマーが干渉してうまくつけれなかったです うん、これ付けようとしちゃうと、よいしょ、うん。ちょっとずれちゃうんですよね。あ、こんな感じですね。はい。これが一番ボリュームがあって、かっこいい造形になってました。そして最後は、こいつです。今回初めての敵キャラですね。うん、これは、えー、ファイター、スペクターというキャラクターで、うん、ウルトラマンにも、 出てきたんでしょうかねちょっと記憶になかったんですけど、うん、こいつの外装パーツがもうこんだけあるんですよねいっぱい恵まれてるキャラクターだと思うので一気につけてみたいと思いますまあちょっとだけ見せるとこれ被せるような感じになっててこううん これめちゃくちゃボリュームありますね。唯一、うん。かぶせるっていう感じですね。お大ボリュームですね。うん。ここだけやっぱりちょっと、この武器だけ干渉しちゃって、なかなかつかなかったんですけど、それ以外は、結構しっかりくっつきました、これは。うん。この後ろのパーツと、とさかのパーツもついてて、うん。 これはいいですね。一番この中でボリュームがあって、変形というか、アーマー付けやすさもナンバーワンで、見た目も一番でした。はい、いかがだったでしょうか。新章第2章、第2弾かなうん。のメビウス、ヒカリ、ネオス、タロウ。そしてスペクターを、 全部紹介してみました。うん。まあ、一章も面白かったんですけど、よいしょ。これが一章ですね。うん。一章の方が、よいしょ。パーツのポロリもなく良かったんですけど、こう二章になると一気にちょっと造形はいいんですけど、パーツの分割が多い分、 ちょっと組み合わせが悪かったのが残念だったと思います。でも、出てくれるだけありがたいです。はい、今日はですね、ウルトラマンの超透刺劇伝第2弾を紹介してみました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さよなら